おいす、こんにちは、アムリです。はい、ということで、最新情報が出まして、チェンソーマンコラボ、引き続きね、続報出ました。なんとね、チェンソーマンにサムライソード出ます。はい、コラボに、なんかダンジョンキャラクターとかも多く出すよ、みたいな、取れるようにするよ、みたいな、ガチャキャラだけじゃないよ、みたいなことも言ってましたね。ちょっとね、その辺のヤマピーのツイートもね、一緒に見ていこうかなと。で、性能もね、3体ほどかな、明らかに4体かな、なってますので、見ていきましょう。しかもデンジ君とか4体だけじゃないっぽいですね、ガチャキャラも。普通にコラボすればいよいよなんでゴッドフェスなのって感じだね。もうだったら普通のコラボでよくないですかねって感じなんだけどね。はい。まずは、じゃあ、日付27日の月曜10時から11日の月曜まであるから、もう普通にコラボ。普通の本当に2週間コラボって感じだよね。逆にゴッドフェスが2週間あるってことだよね。なんでもうなんでっていう要素しかないね、本当に。ただなんかガッチャの排出を渋りたかったぐらいしか理由が思いつかないんだけどね。はい。で、ログインスタンプまた来ますよって感じですね。これはどうなんだろう。これだから、これってチェーンソーマンキャラしか、キャラのみ、あ、書いてあるね。キャラのみのラインナップされたガチャですね。だから、他のキャラクターは出ませんよっていうガチャが、全部で3回かな、これ見る限りは。3回手に入りますよって感じになってますね。タマンドラ50、誰だったっけあいつ、ダイヤ、キングダイヤドラゴン25、メタドラ10、ガチャ引けて、スパノエ10、お邪魔目覚めなぜ。で、ニジピー10、遅延10。で、ガチャですね。はい。ということで、10日間はね、頑張ってログインしてくださいね、って感じになっております。はい。そんな感じです。まあ、ガチャ3回引けるんでね、ぜひやっていきましょう。で、こっから、いや、この間さ、動画、昨日かな出して、いや、天使の悪魔とかもさ、出せるじゃんって。性能的にちゃんと濃いメンツじゃんっていう、出ました。ちゃんと想定通りの光属性でなんと出ました。はい、ガチャキャラだと思います。なんとも書いてないですけど、まあ、ガチャキャラだと思いますよと。バインダースキブ4つ、封印、浮遊持ちの10強3つでも火力高いですね。光コンボ強化プラスありますよということで、まあ、スキブプラスが聴覚性にもう1個あって、10強はさすがにないんじゃないかなと思っております。まあ、無効貫通とか火力覚醒あったら強いねって思うけどね、聴覚性にもね。はい。で、ステータス高いですね。普通に HP14,044 ありますね。攻撃4733の火力989。まあ、HP が高いねって感じかな。5ターンスキルで敵の HP5%。天使の悪魔って確か、触れたら寿命を吸い取られるみたいな能力だった気がするので、5% グラビティ、吸い取っ、ちょっとずつ吸い取ってみたいな。で、その吸い取った寿命を、あ、今のネタバレなんかな。今の、寿命を吸い取られるよっていう部分は大丈夫だったと思うんですけど、その先って確か、P 入れてるかもしんないっすわ。はい。で、5ターンスキルで一旦の間、盤面76にしてからの 5ターン高速ルーレット。これさ、これ大丈夫なんかな。盤面広げて外周にルーレット作る可能性もあるってことなのかな。それとも、ちゃんと、6、5盤面の中でのルーレットを作るっていう、そういう、なんだろう、中の設定になってんのかな。わかんないですけど、外周に作ったらこれ、次のターンにはルーレットなくなりますからね。うん。まあ、もしくは76編成で最初から行くみたいな。で、76潰されたら、こいつのスキルで取り戻すことができるよみたいな、使い方もできるかもしれない。76、もし、仮に56も想定せずに、本当に外周に作るようなルーレットの設計にされてるんだったら、あんま56系のキャラクターに採用しない方がいいかもしれないですね、逆に。ルーレット上書きにしか使えないかもしれない。はい。まあそんな感じですね。まあなんか使いどころ難しいかな。高速ルーレットだけどね。なんかそこまでかな。スキルはそんなにかなって僕は思いますね。リーダースキル、光の2コンボでダメージを激減4か3です。光3コンボで33倍出して、光属性回復力4倍ですね。まあ、リーダースキルは強いと思いますね。激減回復4倍なので、まあ超高度、ね、あれよ、屋上とか。結構適正度は高いかなと思いますね。光3コンボ系か。イライザしてくれてこねえな。光のコンボ系はちょっとイライザとか、最近だとまあマーベルが追撃持ったからね。まあその辺が強くは出れるかって感じか。マーベル光の3セットいけるかな。まあ、ちょっとルーレット欲しくなるか。あ、だからルーレットなのか。だからルーレットなのかって感じか。まあ、マーベル同士でいい気も。まあでもマーベルの、だから割合を耐えやすくするよみたいな感じの枠か。言ったらね。はい。
軽減だからね、マーベルはね。激減で耐久値割合に強く出れますよって感じになるんかな。まあ一応役割はそこだけどって感じですかね。うん。まあ組み合わせれなくはないでしょうって感じ。うん、普通に火力は高いと思いました。武器悪魔タイプ不要です。回復ドロキ割ってチーム HP に込む交換値の4ターンチェーンですね。で、敵の残り HP30% グラビティで、まあスキル強いですね。まあグラビティからの遅延で無交換値で HP 漏れるんで、まあ強い武器だと思います。なんか、めちゃくちゃ強え、絶対欲しいとは、そこまでならんかなとか思いつつ、まあでもどうかな、悪くはないと思いますけどねって感じ。まあヘイソとかはありますからね、あの手の覚醒だったら悪魔タイプ不要っていうのはなかなかないかもしんないけど、無交換通チーム HP2 個っていう組み合わせちょこちょこあるんでね。よく使うとこで言うと、まあシルビアとかも結構いいけど、まあ副属性火にするからあれか。で、ノルザにターンヘイスト。まあ、これも水に変えちゃうねと。ユーギくんいいよね。3ターンヘイストです。あと、ストリートファイター強いね。これ、ドロキを持って3ターンヘイスト。うん。キルバーンがすごいあれだね。まあ、チーム HP1 個多い分、スキルマイナスありますけどって感じか。うん。だから4ターン遅延っていうところがね、結構強みにはなってくるんじゃないかなとは思いますので、まあ、遅延で4ターン欲しいよってなったら、なかなか強い武器にはなってくれそうかなって思いますね。うん。まあ、無効貫通組むような編成では結構いいんじゃないかなと思いましたね。まあ、本体性能も結構強めだと思います。はい。なんか、ぶっちぎりは絶対手に入れようねほどではないかなみたいな感じだと思います。はい。で、続いてサメの魔人です。バインド、スキブが4つ。で、水列魚6個。蝶つなげ2個の枝豆持ちですね。だから下の方に枝豆あるので、まあ、閉じる。周回によっては閉じるかなみたいな。で、ボイスあって、あ、そう、ボイスあるんす。ですよねボイスあるってことは主人公クラスもさすがに全員喋るってことだよね。素晴らしい。いやー、デンジ君何かな、俺やってみろよ。バーカがいいんだけどなでそれがいいんだけどな。どうしようかな、どうしようかなじゃないけど、何になるかと思う。みんなね、セリフ、そういえば何スキル名見よう。よく僕に近づけるねか。あー、これ誰だったっけ、近づいたの。アキくんだったっけ、誰だったっけ、なんかアキくんだった気がする。はい。で、サメの魔人は超覚醒にスキルプラスがさらに見えてます。超つなげの3つ目がまあないか、さすがに枝豆とスキルプラスと何かな、もう1個耐性とかあるかなって感じかな。そんなもんかなとは思いますけどね。多分超つなげ、まあ7強ぐらいだったら持っててもいいかもしんないかなって思うぐらいかな。で、ステータスに関しては、あ、そういえば潜在がもう一個、これ潜在さ、あれだよね、あ、石10扱いかな、やっぱり。じゃあスーパーゴッドベストから石10扱いで、あの潜在8枠なのかな。ステータスは HP9000 超えて、攻撃6000超えて、回復348で、まあ高い方ですよね。で、副属性は闇ですよ。で、5ターンスキルで盤面に水が12個以上あると使用可能で、2ターンの間ダブル吸収無効してからの水延波5倍。まあ、周回方面だけじゃなくて、普通に攻略とかでもね、水の蝶つなげとかが強いのが、ちゃんとリーダーでいれば、その辺でも使えていけるんじゃないかなと思います。で、キャキャキャ食い放題なんですけどね。これ花江夏樹さんですよね、声優。炭治郎と同じはずよ、この人、確か。なので、炭治郎からは出ないような、声とセリフが出ます。はい。リーダースキルは水を9個以上つなげれば激減して、攻撃28倍、固定500万で、水属性 HP 1.1 倍ですね。だからもう自身がリーダーになれるんじゃないかなみたいな感じですね。攻略で普通に使えそうな気がしますけどね、水の超つなげとかね。まあでも最近ね、超重力化ってなってくると超つなげ3つ目が欲しいかなと思うんで、まあその辺運営さんが超覚醒どうしてるかなっていうのは気になりますね。3つ目あったら普通に攻略で使ってみたいなって思いますけど。で、アシスト進化です。脱ぎましたねこれ脱いだらもうねって感じ。悪魔タイプ不要、悪魔タイプ不要結構全部につくんかな。チーム HP にこの泥鏡が火以外ありますよと。12ターンで99ターンの間、水と闇のドロップが少し落ちやすくなって、味方スキル2ターンヘイストですね。だからまあパイモン武器、ハロウィンパイモン武器は手に入らんかったわ、引けんかったわって人はそれの代用みたいな感じで使えるんじゃないかなっていう話ですね。はい。うん、水と闇目覚めなんで、まあ、黒飛びですね。まあ、黒飛び、グランエルブ系で強い、相性いいなっていう目覚めをしてくれますよって感じで、それで使えたら、まあ、より相性的にはバッチリかなって思いました。はい。次、岸辺さんも出ます。岸辺さん、光属性じゃないんだ。まあ、髪色だけで判断したのが間違いだけど、ね、キーヒーらしいっすわ。バランスタイプで。バインド、スキュープラスの、これも全部さ、あれかな。ガチャキャラなのかな、特に書いてないけど。バインドスキュープラス封印指プラの10強4つで、超覚醒に5つ目見えてますねという感じです。はい。なので、まあ強めだよね。火力覚醒は高いですよね。
で、9535HP の5675攻撃の回復900に、まあ、バランス的か。で、3ターンスキルは1ターンの間回復力全員 8.5 倍。3ターンの間操作延長。なんか、今の時代の汎用性の高いスキルって感じかな。ロック解除もあるね。まあ、ルーレットだけ作りますよ。だからこれあれか。天使の悪魔的な感じか。ルーレットだけ作るよっていうキャラクターと合わせてあげると、まあ、操作時間も延長してっていうのでいいかな。全員派とか、まあ、この辺も個別デバフがきついようなダンジョンには強いけど、まあ、めちゃくちゃそんなね、短いスパンで欲しいっていうほどでもないかもしれない。まあ、でも操作時間延長がちゃんとループしてくれるっていうのは強みになってくれそうな気がするので、まあ、使いどころはあってもいいかな、みたいな。まあ、そんな感じですね。うん。はい。まあ、そんなもんですね。なんか、どうしても欲しいってほどじゃないかな、みたいな感じです。もしかしたら、ま、操作延長ループがすごい強い編成はあるかもしれない。で、リーダースキルは5色同時攻撃でダメージを半減して、攻撃30倍4加算でバランスタイプ HP と回復力 2.3 倍ですよって感じ。バランスタイプ縛りか。むずいだろう。バランスタイプ縛りはなかなか難しそうだけどね。5色同時攻撃か。まあ、リーダーで使うことは、まあ、ないか。使おうと思えば使えるけど、みたいなスペックですけどね。まあ、そんな感じですかね。一応、ちょっと見るだけ見てみていいですか。バランスタイプで、5色攻撃強化を、まあ、今の環境だと、まあ、5つぐらい持ってたらすごい強いかなって思いますけど、こういうキャラクター、アレキサンダーか。なるほど、そこ狙いか。アキネアレキサンダーか。なるほどね。アレキサンダーが結構相性のいいキャラクターなのかな。ラードラとかも一応バランスタイプですね。はい。まあ、そんな感じです。多分、そこ狙いなんじゃないでしょうかと思ったりもしました。はい。まあでも、アレキサンダー操作時間も回復力も取り戻せる。まあまあまあ何を狙ってるんでしょう。はい。で、続いて、武器です。7強チーム HP2 個ガドブレ。18ターンで5ターン強化目覚め 100% と味方スキル3ターンヘイストで、まあ、スキルいいですね。3ターンヘイスト。しかもチーム HP も2個あるんで、ガードブレイクつけたいよっていうダンジョンにはすごく強そうですけどね。7強チーム HP2 個ってまあ別にそんなに驚かないかなって思うんだけど、10強がだって出てるじゃんもう。10強がなんか出てるからさ、まあ、この辺がいますねと。ヘイストってなってくるとなかなかいないのか。ヘイストは初登場がこの組み合わせで、まあ、ドロ強でカイドウとかネグレオンとか強いですけど、ヘイストってなってくるとまあ、いないかって感じですかね。はい。まあ、その辺で差別化はできてるのかなと。まあ、ガードブレイク持ちが輝ければって感じかなと思います。まあ、裏強調とかも一応防御力は高いですからね、敵のね。うん。ただ別にね、最近火力でごまかせるんでね。まあ、別にガードブレイク必須でもないんですけどっていう感じにはなってますね。はい。まあ、今後のダンジョンで輝く可能性はあるかもね。今は別に必須じゃないかなって思いますね。で、スキル名が壊れないおもちゃが欲しかったんだっていう、なんか僕の記憶にもないところのセリフを取ってきてますけど、なんか、年を取るとおもちゃにも情が湧くみたいなセリフはなんか覚えてますけど、いや、お前たち100点だの方が良くないっすか。なんかそんな風に思っちゃうんですけどね。その方が名台詞じゃない？こいつの、このキャラクターの中でセリフってそこが一番有名じゃないっすかって思いますけど、はい。で、さあ来ました。これね、コラボのダンジョンで手に入る、コラボダンジョン手に入るって書いてあるんで、多分降臨だと思います。敵のポジション的にも多分降臨で来るんじゃないかなと思います。もみあげマンもみあげマンではないと思いますけどね。まあそのこの本人からしたらね、多分ちゃんとね、山田雄一とかなんか名前あると思うんですけど、もみあげマンはあくまでデンジ君がね決めたなんか見た目の印象の名前であってみたいなね。あのエレベーター上がったところかな、出たな、もみあげマンみたいな、あの辺のセリフですよね。これさ、ちょっと待って、まだスキル名見てないんだけどさ、まあ今この変身前は見てるけど、バインドスキル3つの封印のボイスですよと。で、28ターンの3ターン遅延変身です。銃の悪魔はてめえの心臓が欲しいんだとよっていうことで、3ターン遅延変身ですね。はい。で、切り殺してやるよじゃないかな、次のセリフ。僕が運営ならそういうセリフ名にしますけどね、変身後。いきます。ほい！もう一回殺してやるようでした。え、切り殺してやるようだったよね、最初会った時確か。いや、やってみろよ、バーカな、この、ね、掛け合い。いいっすよね。
で、性能はバインド封印指プラの闇熱鏡3つ、無交換プラスの、これさ、3つプラスあって1個多いからね。うん。だから、まあ、無交換通6個持ちって結構ちらほら最近増えてきてるかなって思うんですけど、なんか1個多いねって感じかな。で、第3属性までね、ちゃんと闇なんすよね。ステータスも高いし、3ターンで自分のダメージ上限値50億からの、闇急行生成で、なんかちゃんと使えそう。ちゃんと使えそうですね。3体で一応ね、ループしますし、無効貫通常に組んでいくよっていう編成で、全然使えそう。ガチャゲンって言われても、なんら驚かないっすよ。うん。サンリオンとかこんな感じのキャラクターいたし。で、リーダースキル闇を9個以上つなげてゲストダメージ半減、攻撃15倍、固定500万で、悪魔タイプの全パラメータは認定3倍ですね。まあ、コンボ加算の相方を置いてあげたら普通に使えると思います。全然強いと思います、このキャラクター。はい。まあ、なんかサブとかでね、3枚ループさせて運用するのもありだと思いますし、うん、全然使えると思いましたね。はい。まあ、3体、本体で確保していくのはありなんじゃないかなと思いますね。はい。特に好きな方は。で、武器に関しては、無効貫通と攻撃強化が5個ですかね。で、8ターンで、正方形生成と2ターンダブル吸、あ、ダブルじゃなかった。2ターンダメージ吸収無効ですね。これもね、なんかランダンとか1コンボ配で綺麗にはまるケースもありそうなので、まあ2枚ぐらい持っておくといいんじゃないかなと今は思ってますね。なので5体ですかね。はい。確保数5って感じで。まあ本体スペックは言ってもまあ趣味の範囲にとどまっちゃうかもしれないですけどね。3体ループってなってくるとね。まあ、それでもなお強いとは思いますんで、うん。まあ、ループさせたい方は3枚作りましょうねって感じかな。まあ、多分スキルレベルは30上げとかやっぱりしなきゃいけないんじゃないかなと思うんで、頑張って周回しましょうって感じですかね。本体入れて、まあでも多分勝てるよ。うん、本体が強いから。だからでも変身まであれか、変身までのターンが重たいから結局、本体数入れでも使い物にならんか。そんな感じですね。変身が一生できないたら本体入ってるだけみたいなスペックになっちゃいそうですね。スキルレベル本体上げていくんだったら。はい、そんな感じになっております。ということで、まだね、主人公クラスのスペックは明らかになってなくて、とりあえずまあなんだろう、サブキャラクター、その他のキャラクターでこういうの出ますよっていうやつの性能が明らかになりましたね。多分、まあ、どうかな、明日出るかな、まだ他のキャラクターも出るんじゃないかなって思いますね。まだいけますよねって感じかな。どうだろうね。まあでも、昨日紹介したところで言うとこの辺までか。そうっすね。ちょっとはぶられてる魔人とかいますけどね。まあその辺は、出ないのかなって思ったりもしました。あとは、あれだね、やっぱり姫野先輩とか、あの辺もワンチャン出るんじゃない？もしその辺が出るんだったら、明日紹介来てもおかしくはないかなって思った。で、その次の日に、まあ、デンジ君とか主人公、クラスのキャラクターの発表とかあるかなって思ったりもしましたけどね。祝日喋るのか知らんけど。はい、ということで、まあ、より楽しみになりましたね、これでね。僕の休む理由ができました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。